スクレーム自動車用品の久手です。いつもご視聴ありがとうございます。今日はですね、エンジンのヘッドカバーを鏡面にします。うちの車トヨタプロボックスのエンジンヘッドカバーを取り外して鏡面加工をします。黒いカバーの下に隠れているアルミ製のヘッドカバーです。普段は見えないパーツなので表面はザラザラの粗仕上げです。無段変速型のディスクグラインダーです。錆落としなどに使うカップワイヤーブラシで掃除と粗研磨をします。カップワイヤーブラシ用の薄型スパナです。しっかり締め付けます。低速の1から高速の6まで調整することができます。3に設定しました。曲面や角部分の研磨に使いやすいベベルワイヤーブラシに取り替えます。ブラシがうまく当たらず磨けていないところがあります。狭い場所用のミニカップブラシに取り替えます。ディスク用の薄型スパナです。しっかり締め付けます。240番の耐水ペーパーで研磨します。
240番では表面のザラザラが取れないので、120番の空研ぎペーパーで削り落とします。手で磨きにくいところはもう一度ミニカップブラシで研磨します。はい、240番に戻ります。320番です。400番です。600番です。800番です。1000番です。1200番です。1500番です。耐水ペーパー、最後は2000番です。
ディスクグラインダーにダイソーの最終仕上げ用フェルトディスクを取り付けて磨きます。このフェルトディスクは空回りしやすいので他社製のワッシャーを挟んでしっかり固定します。回転数は3に設定しています。ピカールのラビングコンパウンドを使います。新品のフェルトディスクに取り替えます。ダイソーの青棒で仕上げ磨きです。大根おろし器で青棒を粉末にします。クレ556と混合します。完成しました。
120番の空研ぎペーパーを3枚、240番の耐水ペーパーを2枚、それ以外の耐水ペーパーは1枚ずつ使いました。フエルトディスクはラビングコンパウンド用に1枚、青棒用に1枚、合計2枚使いました。ご視聴ありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。